はようございます。今日は猫ちゃんの手ぬぐい入りとまあまあ薄手のモスの長島、ちょっとチクチクしますね。そしてこちら、こうやったらわかるかな、凹凸見えるかな、アワシジラです。ゴールデンウィークにね、一度すごく暑くなった日に、今年初めて出したんですけど、今日が2回目ですね。あの日はね、お仕事で使ってね、汚れたのですぐ洗って終わったんですけど、畳んで置いときましたね。アワシジラ来ても、石川県曇ってる空だけど、もう5月だしいいかなと思ってね。5月も中頃ですしね。今日月曜日でございます。十何日、あ、お腹鳴った。何日だっけ、母の日の次の日、13日ですね。母の日ね、ありましたねうちはもう今年は全く何もていうか、毎年ね何もない家なんです。うちの息子様は何もそういうことしない人なんだけど、一回だけ誕生日プレゼントもらったかな、高校3年生の時に。買ってやったわって言ってねくれたんですけど、やっぱりね、今ファッションビルでお仕事しているので、やっぱ季節のイベントごとっていうのはどうしても目につきますよね。母の日っていうのは認知して生活していたようなんですけれども、なんせ今働いたなりでお金がない状態なんです、うちの息子さんね、ちゃんとしたお給料当たるまでね、完全にまだすねっかじりなんです。しょうがないねっていうのはあって、それはもうそうしなさいという感じで仕向けたのもあるんですけどね。やっぱ学校最後まで物を作ってる時間に費やした方がいいから、バイト代稼ぐよりも、まあ、4月からのこと考えたら卒業前にねいくらか稼いでおいた方がいいんですけれども、それよりもやっぱり作りたいものがあるなら最後までそっちに時間費やした方がいいと思ったんで、最初のお給料が出るまでこっちが援助するという形をとっているので、今なのでその子に母の日のプレゼントとかっていうのもめんどくさい話なので、またお金補充するのめんどくさいわっていう感じなので、今年は良いですと言ってお断りしましたはい、そんな感じですね。ちょっともうね、ちょっとだけ、帯の中暑くなってきてましてですね、まあ多分昨日要塞やってたからだと思うんですけどね、やっぱ集中してなんかやるとね汗出ますよね、結構ね。でもね、アワシジラとかだと本当このベリベリでも全然、ずれてこないので、ほぼね、これ1枚あるとあれですよ、まあそこまで着崩れしない利点もあるんですけど、帯締めるときに楽だとかいろいろあるんですけど、帯に汗がね直接つかないっていうので、結構私ここは大事にしてるんですよね。これやっぱね、これがすごく濡れて帯までいかないってことがよくあるので、帯は湿気だけって感じなので、この子はさすぐ洗えるからね。で、帯は今日はペラ帯のぶどう色、もっと暗い色です。映像だと明るく見えちゃうけど、帯締め紫にします。もうそういう時期になりましたね。まあ
今年も今年が初めての夏着物って方たくさんいらっしゃると思います。多分来年もいて再来年もいると思うし、今からが一番皆さん悩ましい時期かと思いますが、通年通して伝えておりますが、身長がある程度低い方は、冬場はリサイクル品で賄って、なるべく買わないで、夏はなかなかリサイクル物が出回ってないので夏物を買う方に、重きを置いて、夏物はね、やっぱり体にぴったり合ってりゃそりゃ涼しいんでね、長襦袢着物大事です。夏の長襦袢も着物もポリじゃ無理ですね。特に長襦袢ですね。セオアルファとかありますけどね、割に高いしね、セオアルファもね、結構。てか私あれ本当に着心地がちびたすぎてダメやった。お腹痛くなるわこれと思って。そんな値段出すんなら私新之助上布買うわと思ってね。よっぽどなんか雰囲気も出るし長持ちするし、普段に着ててもいい意味目立たんし、あらどっかお出かけ行くのおしゃれしてみたいな感じに思われないからね。いつも身綺麗にしてるねっていう風に言われるからね、やっぱ天然素材の着物着てると。若いうちはねポリでもなんでもね綺麗に着れるんやけどね、やっぱある程度年齢来るとねなかなか難しいですよね。元より私あんまポリ好きじゃないっていうのはあるんですけどね。やっぱ夏の着物も涼しさがいろいろありますので、アワシジラ、私の場合は激熱の日に着たらさすがに暑いですね。首がちょっとほっこりしてるんで、ちょっとね湿気が多すぎる日でムシッと暑い時はちょっとアワシジラは暑いんですよね。真夏だと、真夏っていうのはね8月のことですよ。着物は夏物、初夏物と秋物がちょっとかぶれせれるんですけど、本当の真夏、激熱の真夏っていうのはまたちょっと別分野なんですよね。だからそこは本当にね涼しいのを合わせないとなかなか辛い感じですね。この着物は結局中を、夏の襦袢に変えれば夏着れる、まあちょっと30度いかなければ全然着れるって感じですね。気持ちよくですよ。30度いっても汗かいても着れるんだけどね。あとは冷房で冷えた体とかにね気持ちいいです。バスタオルみたいな、なんていうのかな、その着心地的にはプール入って上がった時に体冷えてるじゃん、でバスタオルでふってくるまれた時みたいな安心感がアワシジラって感じですね。私の持ってるのは綿100アワシジラなので本当に柔らかいですね。ジンベエみたいに柔らかい生地でございます。はい、今日こんな感じですよ。はい、ちょっと渋めのアワシジラなんですけどね、私結構さ、洋服やと茶色がバツなんですよ。全然合わないんですけど、着物だと着れるかなと思って茶色入ったやつを選んだんですよね。だから割に大丈夫だったんですごく気に入っております。渋めの長谷絵みたいな感じよね。で、ゆこさんからもらった猫ちゃんのね手ぬぐい半襟と、中が
モスの長襦袢、そして合わし襦ですね。で帯が、ペラ帯でございます。帯締め紫にしまして、まあ、この色合いがそんなに女性っぽい色合いに寄ってないので、ちょっとこう周りを女性っぽい色合いに合わせました。で足元が、こちらピンクと青のちょっとピンクのバラが入ってて、これ久しぶりにね作ったやつじゃなくて買ったやつを出してきて、もうねだいぶ穴開いてるの多いんで、ロシアンルーレットみたいに穴開いてないか確認して、穴開いてても捨てるのもったいなくて置いてあるもんだから、わけわからんくなるんですよね、はい。でかんざしが今日違ってゆうぴんにしました。ぺったんこだんごに引き続きしているんです。ちょっと髪の状態がサラサラだったのでしっかり三つ編みをしてぺったんこにしました。うん、ちょっと U ピンタイプのやつもこの間も探したけどなかったし、いい好きなの作ろっかな作ろっかな、はい、今日こんな感じです。 U ピンタイプの作ろうかな、うん。そしたらなんかこう、うん、あ、じゃああれはあれだ、うん、そうですね、すいません、ちょっと思い出したんで、作りたいと思います、はい。でですね、これは多分あれかな、後になるのかな、 YouTube ライブの後になっちゃうのかな、なっちゃうんだろうね、 YouTube ライブの後になるかなですね。一応5月は、水曜日の夜8時から毎週5月、あと毎週って言っても3回ですね、15、20、29とスケジュールが空いているので、そこを YouTube ライブに持っていこうと思っております。全何回で終わるとかは今回はお約束しないでゆっくりやっていこうかなと思いますね。前はすごく焦ったのでね、はい。で多分ねお見せすると思いますけどね、試作を作って最終的に、型紙もお願いして、で最後に1個試作を作りたかったやつが出来上がったので、日曜日に告知させていただいたんですね、最初にインスタ で何を作ったかというと、こちらですね、この外側を作りたかった。この外側はね、何かと言いますとね、ビニールです。ビニールコーティングです。ビニールコーティングのカバンですね。こういう感じですね。なんでビニールコーティングにしたかっていうとね、ここ濡れるじゃん、傘さしててさ、横カバンにしてるとき、男性だったらこうだと思うんですけど、ここがね、絶対に梅雨時濡れるんだよね。それで、なんか、ビニールの作れないかなと思って結構前から思ってたんです。それはビニールでかぶせれるのがあれば外出てる時にねカバンが濡れなくていいなって思って、で前、まあ、これ多分 YouTube ライブでもお見せすると思うんですけどね、2回目になっちゃったらごめんなさい、 YouTube ライブ見てない人がいたらいいかもしれないね。ね、ここですねもちろんねリバーシブルになっております。こっちの布はこの間買ったんですよ、猫ちゃん柄のね。でこれひっくり返したらどんな柄出てくるかって言いますと、結構テカテカしたビニールの方になります。でテカテカしたビニールはねものすごく幼稚園感が出るからね、あんまりおすすめはできないですね。今あんまり光ってないタイプのビニールコーティングのカバンがあるので、そっちの方が大人っぽくなると思いますが、はい、舞妓さんの絵ですね。ほっ、かわいい。なんで、この柄がかわいくて思わず買っちゃったんですよね。で、なんかカバンを作ろうと思ってたら、作りたい形を思いついて、それを作って、の
で、それを当時パートさんたちが、社員とかパートさんたちがものすごくバレンタインにチョコをくれてね、私に。私女だからやめてよって思ったんだけど、できっとなんかお返しくれるはずだとかっていうのが変な、なんか悪乗りされちゃってですね、それでみんなにカバンを作ってあげたんですよ。清美さんカバン作ってって言われたんで、そしたら何個も作ったらなんか自分のやつ作る気なくなっちゃって、でそのまま何年も放置していた布です。それで、こんな感じですね。ちょっとこう光ると幼稚園感がありますよね。まあ可愛いですけどね。夏なんで何でもいいかなって感じですけど、こういう感じですね。ちょっと光ると幼稚園っぽい感じになって、付録みたいなね感じですけど、こっち側あったんで裏側、両面やっぱりビニールにした方がビニールとして使えるなと思って、使いました、作りました。雨用ですね。お出かけするときに梅雨だったりとか雨降るかもしれない時期だったらこういうのにしたら大事なねものが濡れないでいいんじゃないかなと思いますね。あと自転車で動いているママさんとかもね、ビニールで作ると外側のカバンがビニールで作ると中のもの濡れないのでいいと思いますね。ビニールの縫い方がちょっと独特で縫いづらいって方もいらっしゃると思うんですけど、ビニールも、ジャージニット素材の縫い方っていう私のコンテンツ、腰よけのコンテンツ見てもらったら分かるんですけど、ハタローンしか、ハタローンしかプレッシングペーパーか、要するに滑る紙を、このなビニール部分が当たる方ですね。これね、中は普通の布なんですよ。で、表面にビニールコーティングはされてるんですけど、そのビニールコーティングが直接、ミシンの下とかに当たる場面のところだけ滑るように紙を引けば、普通に縫えるんですね。紙と一緒に縫ってしまえばいいんですね。そういう、それは、縫い方としてはそのジャージとかニット素材縫うのと同じです。で、その、ツルツルした面が当たるところはそういう風に縫えばいいですし、押さえ羽は私はプラスチックを使ってるので、押さえ羽部分は滑るんですけど、押さえ羽をね、プラスチックじゃなくて、鉄の押さえ羽で使われている方は、上にも紙を乗せるか、またはプラスチックの押さえ羽を買われたらいいかと思います。プラスチックの押さえ羽は割にね、普通の時も滑りもいいし使いやすいです。おすすめですね。多分どのあれでも売ってると思うんだけどな。私なんだっけ、ファスナー押さえ金も確かプラスチックなんだよね。プラスチックの方が安かったからなんだけど、実際滑るし、でプラスチックは劣化するし減るよって先生にも言われたんですけど、刺してそんなね劣化もしないですね。ずっとつけっぱなしですけど、快適に、20年ぐらい使っておりますまあね、毎日縫うわけじゃないんでね、職場じゃないんでねなんで、私も割に作る方ですけど、それでもそんなに言うてなくならないので、減ってかないので、割にプラスチックの押さえ羽にしてしまった方がいろいろと縫いやすいと思います。はい、そんな感じでございます。はい、今ビンちゃんがどこにいるかが分かったね。ビンちゃん、ビンちゃんこっち側に隠れてました隠れたい時はね、外出したかわいそうなので隠れさせておきます。そうなんですよね、猫ってね隠れたい時あるんですよね。やっぱ3人暮らしなんで、ビンちゃん甘えん坊でいつもねひっつきたい人なんだけど、だけどね一人で
もう暗いとこで寝たい時間とかもあって、そういう時は引きずり出したりはしないで、そっとしといて、たまにめくってちょっと撫でて、シュッてまたカーテン閉じて邪魔してごめんよみたいな感じでおります。はい、うん、それぞれですね、猫ちゃんそれぞれでございますね。なんかね、それは多分ね、子供がいたらね、触りたいみたいなのあるんだろうけどね、もう大人の生活なので、うちの子たちは割に優雅に暮らしておりますねはい、でまあ YouTube ライブ、うん、6月はどういう感じの曜日設定になるかわかんないんですけど、なるべく毎週できたらなとは思っております。はい、いろいろね、どうしたののちゃん、ののちゃんですね、はい、ののちゃんです、ブブブブブブブ、いろいろやっていけたなと、やっていけたらなと思っておりますので、皆様お時間あるときにお立ち入りくださいませ、要塞してない方でもね、多分見てて面白いと思うので、皆さんもね、もうチャット慣れもしてるのでね、ちょっと楽しくやっていただけたらなと思いますね。はい、そんな感じです。着物交換会ももう近づいてきましたけれども、YouTube ライブもしつつという形でやっていきたいかなと思いますね。 YouTube ライブ終わる前に多分着物交換会入ってくると思うんですけどね、うん、面白いですねね、なんか皆さんに会える日が近いと思うとすごく楽しいですね。でも別に着物交換会じゃなくても遊びに来てくださいはい、私は石川県に大概おりますのでね、連絡いただければいつでも、はい、仕事のね都合をつけれる日はつけれますので、まあスケジュール出てしまうとちょっと難しいんですけどね、早めに言っていただくとずらせれることが多いので、早めにご連絡くださいませ。はい、以上でございます。言ってもね、本当に何か仕様で忙しい時じゃなかったら、夜だったら夜まで仕事は今ない状態なので、前はね夜8時まで仕事ある日があったんですけど、今は遅くても5時で終わるので、まあ本当に遅くても6時なんですけど、6時の時は私は多分ないと思うので、5時で終わるので、夕方からでしたらお会いできますので、ぜひご注意くださいませ。以上でございます。はい、それでは皆様、一日を。めっちゃテーブルの上汚い、汚れてる。お、また噛むの？ねえ、そのコロコロのさっきボロボロになってない？ほら、はっくん噛みすぎよ。ほら、ああ、うん。どこ好きなん？ハーくんどこ行くが？逃げてった。